2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。今回はそんなレールガンの実射試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に複数のガスタービン機関を組み合わせた、コグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力43,000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの丸7式 VL の試験や、新型単魚雷の1-2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1-2式地対艦誘導弾を艦載型とした、1-7式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思う。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだぜ。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるんじゃないかな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に、2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているな。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているぜ。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは、対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているわけだ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるよ。
その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリ、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成。これはマッハ7弱に相当するものだったんだ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるんだけど、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよね。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも、小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないぜ。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているよな。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ、将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと、共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるものだぜ。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な。現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているわけだ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力を務めているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だけど、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているな。日本でも水上戦闘艦に連射が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年5月、防衛装備庁は、STOVL 用バージ橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示したよ。その後10月にこの業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表したらしいな。さて今回は F-35B 戦闘機は橋家から発着するのかという件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この業務は、
航空自衛隊が導入を予定している STOVL 短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ波式を研究するものだね。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲型護衛艦の特別改修に関する知識技術が必要不可欠という前提条件を示していたんだ。ところが、この条件に合う必要な知識や技術を持つ企業はジャパンマリンユナイテッド1社だけで、そして応募者も同社だけだったので、当然の成り行きとして選定したということだな。だったら、わざわざ募集する必要があったのだろうかと思ってしまうぜ。この会社しかないのは分かっていたはずだもんね。なのに、あえて募集するというのはちょっと邪推してしまうよ。防衛省は現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めていて、この F-35B は、滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能なんだって。現時点ではバージと STOVL 機を、どういう形で組み合わせて運用するのかは不明で、F-35B は画期的な新戦闘機だから、最大限有効活用するため進めている調査研究は今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているみたい。ここで F-35B について詳しく知っている人たちの意見を見ていくよ。出雲や加賀が運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより離着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、ハシケアルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もってハシケを重要箇所に置いておくのは合理的かも。海自は出雲型や日向型を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である護衛隊群はしっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには掃海隊群を療養船部隊に指定してこれで人技は切ったという認識なんだろうね。F-35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海自側は機動運用艦隊になる護衛隊群を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F-35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから見事に同床異夢ってこと。将来的に海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F-35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲や加賀を敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、ハシケプラス機動船艇のセットに燃料や整備品を乗せて連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島からさらに 400km 離れている南大東島のような離島に、F-35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように、中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから、手をこまぬいて、何もしないわけにはいかないので、仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、加賀はこの2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F-35B 戦闘機なら小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は那覇、嘉手納基地のようにミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく中 SAM 海、ブースターもつけて長射程板と武器を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F-35B を DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは、基本的には艦隊防空のため、
わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海自が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F-35 は海上自衛隊の駒じゃないので、従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に海自が自前の戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから揚陸作戦に出雲型を回す余裕は全然ない。海自は自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲型はもともと機動運用だったから、海自は当初防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は海自と空自では求める役割が全く異なる。つまり運用がいびつなものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間ロロー船が陸自輸送の主力になるだろう。浮橋や橋家で沖合のロロー船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用の STOVL 発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな？加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で、有事の海の止まり木になるのかな？アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では？戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、F-35B だけのためというわけじゃないと思う。いろんな意見が見受けられたね。ちなみにロロ船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことだよ。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようだが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保証はどうするんだろうな。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの防王妃みたいな考えではないと信じたいところだが、橋家の利用についても高評価が多いと感じるけど、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して、橋家を破壊するということも想定できるし、橋家自体は、普通の浮き橋のようなもので、防衛能力はないもんね。素人の見方だけど、海上にぷかぷか浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うんだけど、どうなんだろう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても、任せてよいのかなとも不安になるのもわかるが、そのあたりは専門家がしっかりと考えてくれるはずだぜ。そうだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年、台湾を支配する野望を抱く中国は、南シナ海を一方的に自国の領海として、海域に浮かぶ島嶼を埋め立てて軍事基地を造成するなど、南シナ海に隣接する東南アジア諸国との間における圧力が強まっているよね。また、台湾の北に広がる東シナ海においても同様に、南西諸島の北にある尖閣諸島の領有権を主張を強め、海警局の艦艇を尖閣諸島の領海やそれへの接続水域への侵入を繰り返し、沖縄やグアムに基地を置くアメリカを牽制する意味合いから、空母を含む強力な艦隊を南西諸島付近の公海を通過させて西太平洋に進出させるなど、尖閣諸島のみならず沖縄本島を含む南西諸島の領有まで視野に入れているかのように活発な動きを見せているぜ。さて今回は、海洋進出を強める中国の脅威に対し、防衛強化を進行している南西諸島について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国は近年、対アメリカを念頭に置いた場合の自国の安全保障の概念として、第一列島線及び、第二列島線という概念を打ち出しており、
特に第一列島線は九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島に至るラインを指していて、中国の絶対的防衛線としてその西側中国本土側へのアメリカ軍の侵入を阻止するものとしているよね。この第一列島線に日本列島の一部が含まれていたことから、中国がこの概念を明らかにした際、日本と中国が友好関係にあると信じきっていた一部の日本国民が大騒ぎしたんだけど、この第一、第二列島線とは、そもそもアメリカが中国を封じ込めるための政策上設定された戦略ラインでもあり、それを中国が逆に踏襲したに過ぎないんだ。そして、第二列島線は伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアに至るラインとされ、一昔前の中国の海洋調査船は第一列島線付近までに止まっていたものが、近年では第二列島線付近でも調査を行っていて、このような海洋調査は他国の排他的経済水域内では行えない取り決めになっていることから、中国は第二列島線付近にある沖ノ鳥島について単なる岩礁であり日本の領土ではないとの主張を展開し始めて問題となっているな。この第二列島線は、台湾有事の際に、中国海軍がアメリカ海軍の増援を阻止妨害する海域と推定されていて、中国海軍はこれまでは沿岸海軍であったものが、曲がりなりにも正規空母3隻を保有することになってからは、日本や台湾を含む諸外国諸政権の実効支配下にある第一列島線を突破して、第二列島線まで進出することを念頭に置くようになり、ここ数年は空母を含む艦隊を大西洋にまで進出させて演習を実施するなどして、海洋海軍として変貌を遂げようとしているとみられ、その動向に対して国際社会が注目しているぜ。このように中国海軍においては、アメリカとの間で軍事衝突が発生した際にはアメリカ軍の、インド太平洋地域の一大拠点であるグアム基地に対して先制攻撃を仕掛ける可能性が高まりを見せていて、その際には日本の西南諸島を制圧して沖縄本島の米軍基地を破壊した上で航行の安全と補給拠点として、活用する思惑があると見られていて、自衛隊では西南諸島の島嶼防衛を重視する方針を強めているってわけ。このため日本政府と防衛省では、南西諸島への上陸作戦を展開するとみられる中国海軍を阻止するために、陸上自衛隊において旋回用地雷など独特の装備を開発配備してきたんだ。この旋回用地雷とは正式には94式右輪地雷敷設装置のことを指していて、敵の着上陸進行が近いと判断された際に、上陸が予想される海岸線の右輪に上陸部隊阻止用の地雷原を迅速に構築するために開発された装置で、防衛庁技術研究本部においては1987年度から右輪地雷の研究及び1989年度からは、敷設装置の部内研究が開始されて、日本の自衛隊独特の兵器として1994年度に正式採用されたものだね。地雷敷設装置とその装置を搭載する水陸両用車で構成されていて、地雷敷設装置を搭載する車両は、水陸両用車で陸上走行のみならず水上航走が可能で、陸上走行時は折りたたまれている。側面のフロートを水上航走時には展開して水上に出して、車体を下部に装着されているスクリュープロペラ2機を用いて最高で6ノットでの航行が可能だぜ。フロートを展開することによって荷台が確保され、そこに右輪地雷及び敷設用機器をセットして、車体後部より水上を航行しながら右輪地雷を投下することができ、投下用機場として上下2段4乗の計8乗から毎時72個の地雷を施設することができるらしい。敷設される94式右輪地雷は、地雷と呼ばれているものの、旋回に海上から巻いて敷設することから正しくは、対上陸用船艇用の機雷とされていて、これには沈底式と係留式の2種類があり、沈底式の1型は直径 0.45 メートル重量 40kg の円盤型、係留式の2型は全長 0.65 メートル重量 45kg の円柱型で、これらは30メートル以上の敷設間隔で施設され、係留式の2型は水深3メートル以深のエリアに敷設されるよ。起爆装置は振動及び時期によって爆発する新艦で、感度や作動までの感知回数などは、
事前に設定が可能であるほか、敷設後に一定時間を経過した後は無力化される仕組みになっているね。また、南西諸島に接近してくる空母艦隊を阻止するための地対艦ミサイルの開発も進められていて、中国海軍艦艇への攻撃手段の一つとして、1988年からは88式地対艦誘導弾の取得配備が開始され、この対艦巡航誘導ミサイルを運用するための部隊として、陸上自衛隊において1992年から地対艦ミサイル連隊の編成も開始されたぜ。地対艦ミサイル連隊については、連隊本部1個に4個射撃中隊を核として、連隊本部管理中隊に捜索標定レーダー装置6機レーダー中継装置12機式統制装置1機が配備され、各射撃中隊は射撃統制装置1機が配備された1個式小隊と発射機装填機が1機ずつ配備された、4個射撃小隊で編成され、地対艦ミサイル24発が配備されているな。2001年から2011年にかけては6個連隊が編成されていたものの、中期防衛力整備計画2005以降は整理縮小の対象とされ、2020年令和2年4月時点で5個が編成され、そのうちの3個は北海道第一特化弾令下に配置されたほか、東北と九州に配備されていたんだ東北方面特化隊西部方面特化隊令下。しかし、南西諸島海域への中国軍の軍事的圧力を受けて、南西諸島への配置の重要性が増し、使用するミサイルについても平成24年度から新型の12式地対艦誘導弾の取得が開始され、2022年12月16日に閣議決定された防衛力整備計画において、10年後には7個連隊を保持することが決定されたよ。そして台湾に近く尖閣諸島を管轄する石垣島に、陸上自衛隊石垣駐屯地が2023年3月に開設され、新編された八重山警備隊と宮古島駐屯地の第7校舎特化軍令下の第348校舎中隊に加えて、主力として県軍駐屯地熊本県の第5地対艦ミサイル連隊の第303地対艦ミサイル中隊が配備され、総勢約570人と車両約200両が駐屯しているな。第303地対艦ミサイル中隊は12式地対艦誘導弾が装備されたミサイル部隊であり、沖縄本島以外では奄美大島と宮古島に続いての12式地対艦誘導弾の配備となったぜ。この12式地対艦誘導弾は射程約 200km の長射程誘導ミサイルだけど、さらに射程 900km 最終的には 1500km の、12式地対艦誘導弾能力向上型の開発が、令和3年2021年度から令和7年2025年度までの期間と、394億円の費用をかけて開発が進められているんだって。防衛省では2024年3月末に、沖縄県うるま市の勝連分屯地に第7地対艦ミサイル連隊を新編し、これまで南西諸島を管轄していた第5地対艦ミサイル連隊に代わり、南西諸島防衛用の部隊を束ねることにして準備を進めているほか、2025年3月には大分県の湯布院駐屯地に第8地対艦ミサイル連隊を新編して、さらなる島嶼防衛強化を図っていくとしているみたい。沖縄本島ではこの第7地対艦ミサイル連隊の新編の他に、普天間基地の在沖縄アメリカ海兵隊を、辺野古基地に移転させる動きに対して、沖縄県知事以下の反対派が重箱の隅をつつく反対運動を展開して、工事を妨害するなどしているけど、中国の軍事的脅威からの島嶼防衛対策と、普天間基地周辺住民の安住のための辺野古基地移転対策は早急に必要であり、日本の国益を阻害する反対活動は慎むべきとの声が高まっているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。